驚いたはい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。5月16日火曜日。はい。えー、今日はですね、もう先に結論を申しますと、めちゃめちゃ暇でしたと。で、えー、ね、昨日より暇で、ご来店人数5名様と。で、えー、ゴールデンウィークのね、貯金を使い果たしまして、えー、トリマン売上移動平均線ね、アベレージの方も白星ラインをね、下回りましたよというね、悲しい一日でございました。 はい。そんな中ですね、ちょっとね、驚いた、えー、お話がございまして、まあ、たまたまね、ご来店、一元さんでね、ご来店くださって、県外からね、えー、来られた方で、まあ、彼女に会いに来られたと。で、ね、外国人の方だと、彼女がね。で、話を聞いてたら、まあ、市内のね、大きい病院で、えー、働いてるということでね、ミャンマーからその介護人材としてね、えー、下関に来てくださった方らしくて、まあ、よくねあの、話にはね、聞いてましたけれども、 あ、とうとう、ね、ベトナムとか、ね、えー、ああいう、えー、東南アジアだけじゃなくてね、本当にちょっと遠いね、ミャンマーからも、えーね、ね、えー、来ていただくような流れになってきたのかと、ね、思いちょっとね、驚いたんですけれどもね、えー、で、介護人材がね、えー、足らない足らないっていうのはまあね、重々承知してたんですけれども、まあ、市内でね、えー、そういう従事ね、してくださってる方がね、 えー、結構いらっしゃるっていうのをね、話を聞いてね、驚きましたね、びっくりしました。しかもミャンマーからね、来てくださってるっていうことでね、ああ、すごいなと思いましたね。はい、というわけでもうね、えー、まあ我々がね、年いって、もうね、動けなくなって、まあ、老後になった時にね、えー、介護をしてくれる人っていうのはもうほぼいないと思ってね、えー、なんとかね、もうピンピンコロリで行かないといけないなと思ってる、今日この頃なんですけれども、 あー我々のね、あの親世代、それより上の世代かな、を面倒見てくれてる方がねあ、ミャンマーの方が面倒見てくれてるんだなと思ってね、なんかちょっと、えーね、申し訳なくというかね、本当に、ね、ありがとうございましたという、えー、感謝の気持ちしか、ね、湧いてこないなというふうに、えー、思いました。でまあ、ちょっと前だとですね、えー、まあ下関で言うとですね、まあ、コンビニとかで、ね、働いてくださってる方っていうのが、 えーまあ、下関昔だったら中国人がね中国人韓国人の方が多かったんですけれども,もう今はね、まあ、そういう方は日本には稼ぎに来ないので、えー、今はねスリランカ人ベトナム人がメインになってますけれども、まあ、そちらの、ね、ベトナムの方もねもう今からね、えー、なかなか日本の方には えー、来なくなるでしょうからね。じゃあ今度はどっかね、もっと人件費の安い人って言ったらどこなんかなと思ったらねミ、ミャンマーとかね、まあ,あっちの方なんだろうなと思ってましたけど、まあ実際本当に来てると思ってね、えー、話を聞いて驚きましたね。はい、まそのうち、なんだろうな、アフリカとかからもう来ていただくような形になるのかなと思いながらね、えー、なんかね、ちょっといろいろね、考えさせる一日でございました。で、昨日もね、 えー、台湾からね、あのお一人で、ね、あの旅行者の、ね、男性の方がご来店くださ,くだくださってですね、まあ、仲良くなってねあの、インスタ交換してね、えー、したんですけれども、最近ね、あの本当にね、えー、多いなと思うのが、郵便,郵便物でございました。はい、で最近ねあの、結構びっくりするのがですね、まあ、まあ私が海外旅行をね、 えー、一人旅で行くんですけれども、まあ、そういう時に、ね、よく言われるのがあの一人で来てねしかもあの、えー、ぼっちだとソロ活動だ、ね、独身で、ね、彼女なしって言ったらめっちゃ驚かれてねもうむしろあのこのバカにされるぐらいの、ね、勢いだったんですけれどもね10年前ぐらいですかね逆に今、ね、世界中でまあ独身者が増えてるんでしょうね、まあ、少子高齢化もありますし大体ねうちに一人で来られる方ってはね独身の方が多くて、まあ、昔だったらね 海外だったらありえないねいて当たり前だろうおや、えー、みたいな感じだったんですけれどもああだんだん変わってきてるんだなとんか日本に世界が追いついてきてるのかなとか思いながらですねちょっと驚くことがあるんですけれどもねで、まあ、この間もね、あのー、韓国の方とね話してたら、えーまあ、初婚年齢が35歳、まあ、30代後半ぐらいになってるということなんでね、まあ本当に世界的にねもう。 晩婚化っていうのは進んでるんだなーって思うのと、えー、今日のニュースでねあのアメリカのね陸軍まあアメリカ軍ですよね軍の、えー、兵隊さんも人手不足だということであ本当にもう世界的になんかいろんな職種でね人手不足は進んでるんだなーと思ってねで今日紙一り言ったんですけどねさっき、えーね、話してたら某、えー、大手チェーン店やよい軒ですかねやよい軒さん えー、もうゴールデンウィーク中,ウィーク中かな、えー、人手不足でテイクアウトだけだったみたいな感じでね話聞いてえー、そんなことがあるんだと思ってね大手ですらもうね人員が確保できなくなってるんだなと思ってね、まあ、下関の話ですけれどもまあねそれは大変だなと思ってねまあそれともう本当に過等競争に入ってきたなと、えー、でまああのー、ね、えーまあ、経済力のね、えー、弱い 個人店ね、えー、もうね、余力のない個人店っていうのはね、まあ、人件費ね、お金がかけられなかったらね、まあ、ちっちゃい、ね、スモールビジネスをするか、まあワンオペでやるか、えー、もうやめるか、ね、なんだったら自分がね、あの、働きに出た方が、えー、儲かれよというようなね、えー、なんかもう、ところまで来たかなとね、思うような、ちょっとね、目まぐるしい。 え流れだなと思いながらね、本当にここ数年でね、ガラッと変わって、流行り病中だけ、一瞬だけね、えー、人余りの時期がね、あってね、えー、ねあのバイトしたいけど、ね、募集してるとこないんですよっていうようなね、珍しいレアケースの、ね、話も聞いたことがあったんですけれどもね、今は本当に加藤教祖だなという感じですね。 あまあこうなったらねもう本当にイメージとしてはねもう田舎はもう3分の1ぐらいね店がなくならないとねあの受給バランスがね、えー、成り立たないんじゃないかなというふうにねちょっと思ってきましたのでまあねそっちの、えー、撤退する側じゃなくてね生き残る側にねなんとか残りたいなと思いながらね、まあ、日々ああだこうだ考えてるわけなんですけれどもねなんか世界のねなんか流れがねその独身の話もそうですし えねまあ、海外だったらね、彼女でいて当たり前とかね、まあ、一人で、一人旅の人なんか珍しかったのにね、一人旅で、ね、バンバン来ますからね、今、えー、ああ、また一人のね、一人で来られてね、ねすごいな、めにはね、まね、あ、自分も一人で行くタイプだったんですけれどもね、あ海外の方もそういう感じになってるんだなと思うとね、ちょっと驚き、えー、驚いたというか改めてね、ああ、ちょっと変わってきたな、流れが変わってきたなって感じる今日この頃でございます。 はい、えー、というわけでね、もう、えー、人手不足は、ね、止まらないので、もうね、えー、だん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 本当に、ね、飲食店のね、えー、コスパっていうのはね、なかなか求めてもね、無理になってくる流れになっておりますので、えー、逆に言うと、そういうね、昔ながらの営業ができるところっていうのはね、逆に、あのーまあ、ブランドというかね、プレミアというか、本当に付加価値。 があそれだけであるんじゃなないいかなと思いますよね本当にセルフとかね、無機質な、あのーまあ、自動販売機とか、配、え、膳、ー、ロボットとか、まあ、そんなもんがね、あ溢れかえってる中、人間だけで営業してる店って言ったら、うわー、すごいですね、というかね、逆に、あのー、レアですね、ってなってね、まあ、それだけで、あのー、お金が取れるような時代が来るのかなとね、えー、思ってみたりします。最近ちょっと TikTok で流れてくるとね、あのー、AI イラスト、ね、AI が描いてる イラスト、まあ、それがね本当にどんどん進化しててねもう表情顔の表情動画が動くようになってきたりとかねもうなんかもうアフレコ見合わせても,うもう口が動いたりね本当に進化すげえなこれグラビアアイドルいら,んいらんじゃないかなっていうようなねあの人間とまだちょっとね,あまあねグラフィックかなと思うような感じですけどもうちょっとしたら本んに人間かどうかすらもね分からんような感じになるんじゃないかなと思ってね。 えー、なんか,なんかイーロン・マスクさんが、えー、子供をる、ね、埋めるロボットを作るみたいな、えー、嘘か本当かはね、わからないようなね、ねあのー、動画も流れてくる時代ですからね。はいというわけでね、まあ、時代はね、目まぐるしく変わっておりますけれども、まあ、そんな中でもね、ちょっとあが、えー、いて生き残っていきたいと思います。はい、えー、というわけで、えー、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい終わります